港町、出入り口港町出入り口は、大阪府大阪市何区にある、阪神高速道路1号環状線の出入り口及び15号、堺線の出口。南波、道頓堀といった、大阪南の最寄り出入り口の一つで、環状線恵比寿町方面及び、堺線高津方面からの出口、堺線堺方面からの出口。 環状線品の橋方面への入り口がそれぞれ設置されるハーフ IC である。恵比寿町方面及び高津方面からの出口は大阪市ティアターミナルと一体となった構造で、デジはオキャットの南西端で一般道に接続し、港町南デジと表現されることもある。 堺方面からの出口と品野橋方面への入り口は、どちらも港町リバープレースと一体となった構造で、堺方面からの出地は、港町西交差点で千日前通りに、品野橋方面への入り地は、道頓堀川に架かる新里橋の南西多元で4つ、橋筋にそれぞれ接続し、港町北出入路と表現されることもある。堺方面からの出口は港町パーキングエリアへの、 入り口も兼ねており、本線分岐後すぐ分岐する。なお、同パーキングエリアに入ると、港町出口を利用できなくなるので注意が必要である。同パーキングエリアの出口は、品野橋方面への入り時に合流するため、次の出口は、環状線品野橋出口となる。2002年の港町リバープレイスの竣工及び、現入り口の開通以前は、 千日前通りの賑やか橋跡に入り口が存在した。境線の堀り線が左から環状線に合流する地点の直前で、旧港町入り寺も左から環状線に合流していた。現在も道頓堀川上に痕跡を見ることができる。ありがとうございます。